じゃあ、こんにちは。はい、はい、さあ2000本安打への道、はい、ね、あの10月10日にヤクルト戦、はい、初勝利初打点、初安打、はい、まあ、そこからの2000本だもんな。まあそうですね。でも1年目に1本打ってんだ。1年目に2本打ちました。あ、2本打ったピッチャーでこそっと。その後甲子園でも先発させてもらって、うん、もう2回ぐらいしか、2回と3分のいくつぐらいで降板だったんですけど。何点取られたの？まあ2点か3点ぐらい取られたんだと思います。なんでピッチャーから野手に転向しようと思ったの？誰かのアドバイスもあったの？いや、アドバイスっていうのはないです。でもバッティング練習なんかあんまりしてなかったでしょ。まあ、ピッチャーバッティングでちょっと打たせてもらう感じで、ね、まあ、でも打つっていうよりも、あの野手の動きが好きだったんですよ。あの守ったりだとか走ったりだとかっていうの方が、まあ、野球をやってる、まあ、自分の中で感覚というかっていうのがあったんで。でも勇気がいったろ、ピッチャー捨てて野手になるって。またピッチャーは3年間のその積み上げてきたものっていうのがあるわけだよ。まあ、途中からピッチャーへの気持ちがなかったので、もう2年目の途中ぐらい、須藤さん監督になって、うん、まあ、1年目小葉さんだったんですけど、うん、2年目、須藤さんが監督になって、まあ、とにかく1年目の終わりに1勝しちゃったんで、自分の中でピッチャーできるんじゃないかなっていう色気も出てきてで、須藤監督になって、須藤監督のそのコメントで桑田2世だみたいなで踊らされて、その気になってやってたんですけど、まあ全然2年目蓋を、あの2シーズン目蓋を開けてみたら全然ダメで、膝の故障とかもあって、まあ一軍呼ばれたりはしたんですけど、全然成績残せなくて、ただそれぐらいからもうやっぱりピッチャーやりたくないなっていう気持ちが芽生えてきて。でも終わるかもわからないじゃない。そうですね、野手になりたいって、はい、いや野手になるんだったらいいよって言われる可能性だった。あ、それありましたね。そうだよね、はい、でもその決断した理由っていうのは、もうバッティングにかけてみようと思ったんだよね。まあやっぱり最初の話に戻ってしまうと思うんですけど、うん、やっぱり小さい頃から夢見てたって、やっぱプロ野球選手であって、でまあ高校終わったら野手やろうって決めてる自分がいるにもかかわらず、そのプロ野手に転向っていうよりもプロっていう夢が勝ってしまったっていう、うん、まあ、やっぱり 夢を先に実現させたいっていう自分がいて、プロの世界にやっぱり飛び込んだんで、それはもう実現できたと、うん、やっぱりプロ野球に入ったんだったら、うん、入れたんだったら自分が以前やりたかったものっていうか、好きなことをやって去っていこうっていう、なるほど、ね、気持ちがあったんですよ、うん、でもバッターになってから、はい、まずどういうことやった？やっぱ守備位置も決めなきゃいけないじゃん。もうだから内野の守備。それなんで内野だったの？高校の時は何？投げない時は内野やってたの？いや、外野です。で、外野、普通だったら外野っていう風に、はい、単純に内野って時間かかると思わなかった？外野だ。いや、そんなこと全然、そんなこと考えない。いや、考えないっていうか、だから内野が難しいとかっていうのは全然なくて、うん、おそらくだから首脳陣で僕の党内連携とか見て、うん、フィールディングで多分判断したと思うんですけど、だ最初はもう内野ノックっていうか、正面のもうここの、それ誰とやったの？岩井さんです。あ、岩井さん、ファームのコーチは岩井さん、上は米田さんです。あ、米田さん、ね、まあ、どっちにいてももう練習ずっとさせられるコーチだった。ブツブツブツ言われながらな。そうそう、で、サードだったじゃない。まあサード、最初だからファームでは、うん、二遊間っていうか、うん、主にショートをずっとセンターラインか、そう、うん、やってて、デビュー戦もショートだったんですけど、うんうん、転向した翌年の途中からですかね、サードを守り始めた。俺サードでお前が一番うまいと思う。それよく言われますね。お前はうまかった、サード。それ言われるとなんかショートを否定されてるよね。いやいや、そんな否定はしてないよ。いや、ショートはさ、いろんな歴代うまいショートっていうのが結構名前が残ってくるじゃない。まあ例えば山下大輔さんとかさ、同じチームではね、宮本慎也とかいろいろあるじゃないね。でサードってあんまり残ってないんだよ、名前っていうのは。お前はうまかった。俺忘れもしないのが、長嶋さんもうまいけど、俺は長嶋さんよりうまいと思うよ、守備。いや本当に
俺は忘れもしない、進藤がショート守ってて、はい、拓郎がサード守っててね、俺がセカンドで、でハーフライナーが来たんだよ。それを出始めの時胸に当てたんだよ。俺がマウンド、それでピンチになってマウンドに集まった時、進藤にお前キャッチボール取れないのとか言ってこいつ平気で言うなとか思いながらよすいませんとか言いながら、あれを考えたらめちゃくちゃうまくなった。どういうことしたんだあの守備は。やっぱセンスか。いや、わかんないです。僕はひたすらもう練習しただけですから。でも自分でもうまくなったなって思った瞬間あるでしょ、いろいろ。あ、そうですね、まあ、でも僕が守備に関して自信持てるようになったのは34、5の時です。あ、本当にあの、まあ、極めたじゃないですけど、あ、これが守備だなっていうのは。だ、若い時はそれこそだから進藤さんがお手本としてずっと、まあ、進藤さんに見て育ってきた部分があって、まあ、もちろん、それまでにいろんなコーチにノックしてもらって練習もしてきても、ボールを受けてきたっていうのもあるんですけど、だからやっぱり、守備に対しての不安っていうのはもういくつになっても取り除けなかったんですよ。特にショート守ってて。俺もそうだもん、はい、特に二遊間の怖いよな。二遊間の打球に対してなかなか間が取れないっていうか、だそれを教えてくれたのが進藤さん。あのコーチとして帰ってきた時にもうベテランになってたんですけど、その時に進藤さんに足の使い方を、その間の取り方を教えてもらってから、うん、それで初めてもう守備に対する不安という怖さが初めてなくなった。センター寄りの打球って足が邪魔になるんだよ。そうなんです。手がこっちにあるからね。そうそうそう、だから間が取れないんだよ。こっちの方が全然楽なんだよな、この幅が取れるから。そうそうそう、なんです。正面と、まあ、ある程度ちょっとした二遊間って間が取れないっていう、うん、距離感がなかなかちょっとつかめない。それはどういうふうな教えだったの？右足で捉えっていう。ああ、右足でな、はい、それを俺教えなかった。はい、法人帰ってきた時福さん、いや、教えてもらったかないやいや、そうか、ね、そうか、教えてもらったから。まあ、ボールは右足だからね、タイミングはね、はい、うん、まあいいか。僕その時だからあの豊さん来た時言われたのが、とにかく楽して投げるなっていうことを前にも言ったかもしれないんですけど、特に深いとこ左右間とかの打球に対して僕普通にもう人工芝利用して楽してワンバンとかで投げた時あったんですけど、それはもうとにかく足使って、もう肩を衰えるの早いから、もうどんな時でも深いところノーバンで投げる癖つけとけ、それ意識しとけって言われて、もうそれからもうワンバンで投げるの。いや、お前は本当よく覚えてるよね。言われた方は結構覚えてます、ね。広島の、ね、コーチになった時に、守備コーチ最初ね、はい、言った時に、そのことを、俺が言ったことを今伝えてるんですよっていう風に。だから田中康介とかにも、それずっと、あいつも肩弱かったんで、うん、なかなかこう足を使ってっていうのができなかったんだけど、もうとにかく練習の、試合はいいから練習の時はもう、どんな深い距離でもノーバンだけど、楽を覚えようとしてた時だったからね。そうそうそう、ちょうど帰ってきたから。そうそうそう、あ、だから、うん、戻れるんだったら僕はあの時に戻りたいっていうか、もう一回自分をやり直したい部分すごくあります、野球人としてそう、はい、さあ、バッティングで基本的に大事にしてたことって何だ、2000本打つまで。まだと思うんですよ。2000本って打てると思ってた？いや、思ってないです。ただ1500本打った時は、うん、あと3年で打てるわっていう、うん、すごかったよな。まあ、しつこかった。僕はもうそれしか生きる道がないと思ってたんで、いろいろ言う人いますけど、なんもうファールばっかりとは、それは打って簡単に打てりゃいいけど、簡単に打てるバッターじゃなかったんで それこそ僕はあのそれが僕がもうこの世界で生きていくにはもう、うん、それも手段の一つっていうか方向の一つだったので、うん、まあそれはそうだよな、球数を投げさせそうな、まあ、もちろんそう、小技ができないと主役にはどうしてもなれないんで、とにかく脇で何ができるか、まず塁に出る、走る、ホームに帰ってくるっていうのが自分の仕事っていうか生きる道だと思ったんで、そのためにやっぱり塁に出るためには、うん、やっぱりまあ、コーチにも言われてましたけど、でもその集約されたのが
98年のあの日本シリーズの第1打席の初球だよな。あれ実は2球目なんですよ。あ、2球目な、はい、いやもう2球目な。そう、1球目構えて失敗して、あ、初球チェンジアップ投げてきたんですよ、西口が。でもそこに集約されてる感じがするよな、あれは。どうですかね、何としても出るという、うん、まあ、そういうのもあの野手に転向した当時やっぱり豊さんがまだセカンドとかで出てて言われてた部分もあるので。なんて言ってた？いや、あの、まあ、そのしつこくとかって言うんじゃないですけど、僕転校して最初に豊さんに怒られたのが、あの僕2番で豊さん1番打ったんですよ、うん、で甲子園で豊さんが2アウトからヒットで出て初球走ったんですよ、うん、その時に僕初球バーンって打って、あのセンター前にポテンヒット、まあ、こっちはヒット打ったから嬉しいじゃないですか、まだ出たての頃で、まあまあ、でベンチ帰ってきたら豊さんに怒られて、てめえ何初球から打ってんだって言われて、お前あれ俺が走ってんだから、俺が走った後お前あのヒットで行ってんじゃねえか、そうそうそうっていうのをすごく言われて、そっからあの初球打つのやめておこうと思って。いや初球、いやいや2アウトだったら走るの待って。そうそう、すごくあの分かります、うん、で、あの当時ってあの出たての子とにかくもう攻撃さ、ま、今の若い選手もそうですけど、出たらとにかくもう最初から振り抜いて余裕がないからね。そうなんです、うん、だそういう一言っていうのは、いやなんだよって言うんじゃなくて、そういうところ、あ、なるほどなって、僕はだから湯川さんに対してなんで怒られなきゃいけないのかなってなくて、あ、なるほどなってやっぱり思えたので、だそういう一つ一つじゃないですか。そうだよなって、あそこでツーアウトで走れるランナーがいたらやっぱりアウト、あのストライクを一つ上げてもやっぱりそういうバッターになれるしね、はい、だからやっぱ初球から何でも打てる、打つようなバッターにはなってほしくなかったよね。だから淡白に見えるからさ、はい、で淡白なバッターには育ってほしくなかったしね。だそういうところからもう結構駆け引きっていうか、うん、バッテリーとの駆け引きも覚えてきたし、あそこでまあなるほどなって思ってから結構あの初球見逃すことが多くなったんです、うんうん、だそういうのが相手バッテリーにデータとしていくと初球狙いやすくなる。そうだよね、大事なところでね、はい、でもやっぱ強くな、お前は優勝したから良かったけどさ、98年、はい、でも現役の時は1回だけだろ。そうなんです、まあ、広島抜いて、広島もない。でも広島リーグ優勝してますけど、日本一はもうあれっきりなんです、98年。そうだろう、やっぱ勝つっていいだろう。そうですね、コーチになったら特にやっぱり勝ち負けしかないんで、うん、俺1回も優勝してないからさ、だからそういう意味ではしましょう、いやしましょうじゃない、お前本当に、まあ、話があって戻って強くしろよちゃんと。やっぱね、 OB で、まあ、大輔やってるけど、はい、ね、大輔あの若さでやっててね、まあそのまあ、一生懸命頑張ってると思うんだよ。でもやっぱ OB が続くようにさ、監督がね、で大輔が、まあ、例えば勝てなかった、そしたらまた よそから呼んでくるんじゃなくて、やっぱ OB の中でやっぱやってほしいよな。だからそのために、まあ、チャンスがあったら帰って DeNA にね、もうこうやって青い椅子に座ってるわけだから、ね、だからまあ頑張ってほしいなと思うよ。約束だから、これはやっぱ OB が、やっぱ大輔の次も OB が監督をやる、強くするね、あそこの OB だって言ってこう胸を張れる、そういう球団にしてほしいよ。みんなで盛り上げて、いや、そう、もちろんもちろん協力を絶対するから、はい、それはね、うん、だから頑張るよ、はい、ね、過去の栄光ね、ピッチャーから始まり2000本打った、広島行った、ヤクルト行った、巨人行った、これは経験として生かしてほしいと思うし、だってお前のレベルって選手に言ってもわけわかんないよ多分。いや、やっぱりそのあれだけの守備とかさ、いやいや、だからあの、いや、でも僕の強みってそこじゃないと思うんですよ、うん、人よりも失敗してるところが僕自分の中で強みだと思ってるんで。かっこいいこと最後に言うな。いやいやいや、お前取っといたね。いや今取っといた、ね、そう、いや、そこなんですよ、うん、だって僕らも選手の時そうだったんですけど、俺こうやってやってきたんだ、お前らもやれって言ったら、選手ってあんただったらできたんでしょってなんないですか。なるよな。だそこあんまり成功論を言ってしまうと、あんまり選手ってついてこないので、そうだ、ね、
人の失敗ってみんな喜ぶじゃないですか。そうそう、ね、不幸話が好きなんです。そうなんですな、実はな、うん、だから僕の入り方はやっぱりそこなんですよ、うんうん、自分がやっぱり失敗を積み重ねてきたので、それを失敗しないためにはどうしたらいいかっていうところから入ると、おのずとそれが成功に変わっていくと思うので、はい、まあなんかいいね、 DNA にそういうものが注入されるから、ね、ちょっと待ってください。いやいや、いやまだ分かんないけど、分かんないけど、そうなるといいなという、うん、それと DNA にそれを教えてほしいわ。ほんまどん底だらけだから。いや本当にどん底でも走塁は違うよみたいな、教えてもらいたいですね。いやなあ本当に頼むわどう思います、あの なんて言うんですかね、僕盗塁って教えられないと思うんですよ。思うよ思うよ、うん、いやだから盗塁なんかできるようなやつはいないから、走塁だよ。走塁ですよね、うん、そうなんですよね。走塁は教えられるよ、うん、ただ感性磨かなきゃいかんけど。そうなんです。それを磨くのってやっぱり本ちゃんじゃないとできない。絶対できない。絶対できない。いくらこうあの練習で形式だってやっても、本番で回数重ねていかないと、やっぱりその感性って磨かれないですよね。それで意識づけをどん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 していかないと。盗塁もそうですよね。もう絶対そう。もう失敗をね、僕もそうだったんですけど、まあ、豊さんも近藤監督っていうか、うん、秋人さんじゃなくて、そうそうそう、時あの スーパーアタッカートリオでどん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 行ったじゃないですか、うん、ああいうのができるかどうか、許されるチームなのかどうかですよね。結局は批判が怖いから多分許されない、みんな失敗、うん、だ それを失敗、一回失敗してそれが批判になってしまうと、うん、もう絶対走れないじゃないですか。そう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 、だからそういう、やっぱり あれは僕絶対失敗してもトライしてトライしていかないと、うん、覚えられないと思うんですよ、盗塁って。もともとそのスピードだとか技術がある選手だったらともかく、足が速いんだけどなんか盗塁できないっていう選手はやっぱり失敗を恐れないでどれだけ数をこなせるかだと思うんですよ。今ね、これは失敗するタイミングで言ってんなっていうところでよく言ってるよ言ってくれてるだからそのタイミングも教えてやらないとさ、そうです、ね、いろんな駆け引きとかさ、うん、そこは教えられると思うんだよ。だから今度もなんかね、タクちゃんね、正式に決まったらまた出てよ本当に。もしそのあのどういうふうなことを目指すとか、そういうのははっきりして言えるでしょ。今まあまあちょっと中裏輪だからさ、でもまあ夢があっていいじゃない。それはやっぱり僕はでもどこでも一緒だと思うんで。いやでもね、野球は変わらないので、どこのチーム言っても、うん、おそらく僕言うこと一緒なんだと思う、うん、ただでも、ね、今も言ったけど、失敗が許されるチームか許されないチームかで選手の伸びしろって僕は全然変わってくる。まあそりゃそうだね、はい、あとはね、やっぱりね、地元愛があるよ、必ずある。いいですか、伊藤さん、地元どこですか。横浜。横浜横浜じゃない、僕栃木です。なるほどね、分かった、愛情持ってまあそうなった時にはね、はい、はい、長々ありがとうございました、はい、本当楽しかったわ、すいません、はい。